さんが着てくれたのはもともとその舞踏の衣装としての服なので、まあ、体の動きとか春さんが踊ってるのを見て感じたものをなんていうんだろう、春さんの動きで綺麗に見えるとかゆらゆらしたりとかいろんな表情が出るような作りにしてあって、秋尾さんが着てくれたものはうちのブランド の、 そのアルゴリズムっていう名前なんですけど、そのテーマ通りのなんか人間とアルゴリズムとか、なんかその人間についての深い部分のものを表現したものになってます。昔からなぜかうちモデルさん頼む人みんな舞踏の方とかが多くて、なんでだろうっていろいろ考えたことはあるんですけど、やっぱりなんかその体で表現していることとかがすごくなんかこうどこかつながるものがある気がいつもしてて、でなんか私も舞踏のダンサーさんとか来てもらうのすごい楽しくて、すごい作りやすいっていうのもあるんで、なんか自分もなんか一回春さんのワークショップに参加させていただいた時に、なんか今まで思ってた舞踏と全然その違って、またすごい勉強になったんですけど、また多分新しいものを作る時にすごいなんか参考になりそうだなと思って、ちょっとこれからもいろいろ舞踏に合った服とかもちょっと作っていきたいなと思います。すごく衝撃を受けた。もう人の形が好きなので、どこかつながるものがある気がいつもしてて、